はい、速稼塾の久保です。アラフォーからもモテていこうみたいなね、講座でございますけども、今日もね、お送りしていこうと思います。今日のテーマは、色気の出し方ですよね。色気の出し方はちょっと長いんで、前半後半に分かれるかもしれませんけども、よろしくお願いします。まずはね、色気の出し方、顔ですね。なんと言っても顔なんですよ。まあ顔だと言ってもね、別に特にイケメンに生まれてこいってわけじゃないんですよ。皆さんね、それぞれお持ちの顔があると思いますし、それはですね、もうね、10代の頃だったらしょうがないんですけども、40過ぎたら自分の顔にはね、自分の責任を持たないといけないですよね。自分の今日の顔っていうのは今までの人生が作り出したとも言えるわけなんですよ。ですんで、生まれ持った顔ではないんですよ。もちろん生まれ持った顔という素材もありますけども、それをどのように40年かけて作ってきたのか、50年かけて作ってきたのか、ということが現れてくるんですよね。これを分かりやすく言うと、これで、喜怒哀楽なんですよ。喜怒哀楽の表現。緩急と言ってもいいですよね。緩めたりとか強めたりとかする表情の豊かさのことです。この喜怒哀楽を表現するそのギャップにですね、色気が出るのかなと思います。まあ時にはね、悲しさを表現したり、哀愁を表現したり、真剣な眼差しを向けてみたりとかね、笑顔でいるのもいいですよね。そして苦痛に耐える姿、そういう風な力強さを見せる、そういったことも必要だと思います。これはですね、役者になることなんですよ。役者になって、心の中を顔に出すような、そんなね、表現をする役者になってくることだと思いますので、表情の練習を鏡の前でやってみる。もしくは私が動画を撮ってね、自分の動画を見るのもそういう意味なんですよね。自分の表情が、そして身振り手振りがですね、人の心にどのように映っていくかっていうことが、顔から出る色気に変わってくるのかなと思うわけなんですよね。で、次は仕草です。仕草っていうのは、表情もそうなんですけども、体全体のことなんですよね。力強さですとか、あとね、立ち方も猫背でね、だらしなく立っていれば、これは色気感じませんし、男性としてのね、魅力を感じるのが随分遠いと思います。特に40代を過ぎてみると、凛々しいね、立ち方とか、やっぱりね、立ち振る舞いってあると思うんですよ。堂々としている姿、威風堂々とかね。あと、機敏さですよね。ダラダラではなくて、機敏に動いていくところ、そして凛々しさ。こういうところもあると思います。そういうふうなね、仕草についてもかなり色気が出る、魅力が感じさせるっていうことが違うんではないかなと思います。やっぱりね、おそらくですけど、モテない人って、その仕草がめんどくさいですよ。見てるだけで不快なんですよね。でも、美しい立ち振る舞いっていうのは、やっぱり魅力的に映るんではないかなと思います。三つ目はね、パワーですよね。やっぱり40代ともなるとね、50代ともなると、男性の強さ、人生からにじみ出てくる強さってものが必要なんではないかなと思います。一つにはね、この手の大きさってのもあります。大きさってのも、生まれ持った手がでかいとか小さいとかってことじゃなくて、やっぱりね、こう小さく見せるよりも大きく見せた方がいいのかなと、力強さ。あとね、腕の太さとかですよね。やっぱりパワーっていうのは腕によく出ます。特に夏場とか腕をね、ぐっとまくっていくとか、腕組みをした時にひょろっとしてるよりも、ドカンとね、でかい腕の方がいいかなと思いますね。で、あとお腹のあたりの、ね、引き締まりとかもすごく大事だと思います。スタイルっていうのもパワーが出ますんで、お腹がドーンと出ちゃうとね、なかなかパワーを感じさせないんですよ。やっぱりね、胸板を厚く見せる、腕を太く見せようと思ったら、腰回りがなるべく細い方が若々しく力強く見えるんではないかなと思いますよね。そしてですね、ちょっとこれ服装にも関わってくるんですけども、やっぱりスーツですね。スーツ。やっぱりスーツを着た時に、そのスーツのね、質ですとか、スーツをどのように手入れをしてるかってことにも、やっぱり魅力っていうのは出てくると思います。色気っていうのがね。やっぱり男性のスーツっていうのは、男性が思ったよりも女性に意識していただいてるんですよ。まあですんで、ヨレヨレの安いスーツとかね、安いって言ってもね、安っぽいスーツって言った方がいいですよね。価格が安いとかではないんですよ。やっぱりそのスーツに自分の思いをどのぐらい込めているかってところが、スタイルとかね、デザインとか価格に現れてくると思います。それなりにいいもんっていうのはやっぱ高いんですよ。高いといってもね、何十万のスーツをオーダーメイドしろってわけではないです。やっぱりね、紳士服の、なんかね、青山とかね、春山とかね、ああいったところで買ってもきちんとしたスーツを選べば、そして手入れをすればね、いいスーツできちんと折り目もパリッとしてね、ホコリもついてないスーツってできると思います。そういうところに男性の身だしなみや色気とかね、気遣いが出てくると思います。スーツの質ってのはそういうことですよね。で、手入れにセンスが出ます。
安いスーツを買ってもきちんと手入れをすれば高級スーツに見えるわけなんですよ。でも高級なスーツでもほっちらかしてしっちらかしてればね、安っぽいスーツに劣るんですよね。そういったところです。思ったよりも差がつきます、このスーツ。そしてですね、普段着にスーツを着るような習慣を持っているかどうかというところにも男性のダンディズムが出てくるのかなと思います。まあスーツを着なくてもですね、やっぱりジャケットを羽織るとかそういう習慣を持ってもいいのかなと思います。いつもヨレヨレの T シャツとかね、ヨレヨレのジーンズではなくてですね、やっぱり外出するときとか女性に会うことを意識したような格好っていうのができるかどうかっていうところに色気が出てくるのかなと思います。そして今日の最後の一点なんですけども、エスコートですよね。やっぱりエスコートっていうのはどんなところでも出てきます。上品さですとか上流さとかね、あと一流さ、こういったものを演出することによって、まあ貴族とかね、紳士としてのたしなみってものに対して女性はですね、やっぱりこう一定のプレゼント感を持つわけなんですよ。そうなんですよ。私たち男性のエスコートっていうのは女性に対するプレゼントなわけなんですよね。こういうプレゼントをいつでもできるかどうかってところなんですよ。もっとわかりやすく言うと、女性をいつもお姫様のように扱っていますかってことなんですよ。お姫様のように、敬意を向けて手をかざして、貴族や騎士のようにですね、お姫様に仕える男性、こういうふうな気持ちが大事なんだと思います。他にもね、車のドアを開けたりする時もありますよね。車のドアをこう開けて待ってあげるとかね、それからエレベーターにこう進めてあげるとか、前回もお話しましたけども、椅子を引いてあげるとか、随所でエスコートする瞬間っていうのが生まれてきます。確かに日本にはエスコートする習慣っていうのがありません。だからこそエスコートできる人間が際立って選ばれていくんではないかなと思います。本日は以上のようなところでいいですかね。次回もですね、色気の出し方パート2後編で お送りしたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは失礼します。